伊藤博文。日本人であれば傑物なこの人物について多くを語る必要はないだろう。激動の明治時代の中、日本のためにと東奔西走しながら戦い抜き、維新後は初代内閣総理大臣として新しい政治体制を作り上げるなど、今の日本を形作った人だ。ただそんな傑物も一人の人間、彼女の支えがなければ押し寄せる重圧に押しつぶされ、今の日本はなかったのかもしれない。ゴルゴンゾーラ伯爵。1865年、亀山八幡宮境内のおかめ茶屋でお茶をしていた私こと木田梅子は、ある男と思いがけない出会いをした。あなた大丈夫ですか？血が出てるじゃないですか。かくまってくれ。いきなりかくまえって言われても。はい。おい女、こっちに傷だらけの男がやってこなかったか。この時点で厄介事を持ち込まれたことは確定だけど、私は傷だらけのあの男性をこの人たちに引き渡そうとは思えなかった。男の人は見てませんけど、奥の方でガサガサと何かがかけていくような音はしてました。何？伊藤のやつ、もうそんなところまで。情報感謝する。あの人たち長州藩の人よね。この人一体何をしたの？その後、傷ついた彼の体に手当てをして、起きるのを私は待った。早く起きて私に説明してくださいね。翌日。はい、これお茶です。ありがとう。かくまってくれた上に世話までしてくれるなんて。構いませんよ。それより事情を話していただけないでしょうか。彼の名前は伊藤俊介、後の博文。彼は長州藩の続浪派や攘夷派と敵対しており、昨晩はその攘夷派の襲撃を受けたそうだ。そうしてやっとの思いで逃げ切った先がここだったという。だから梅子がいなければ僕は死んでいただろう。君は命の恩人だ。いえいえ、そんな。あなた様もイギリスに留学したり、お国のために尽くそうとしたりで大変なのでしょう。そんな人を私のこのちっぽけな手で救えたのなら、それこそ光栄というものです。むしろ私たちのためにありがとうございます。まさかそんなことを言われるとは。君はいい女だな。顔も美しいし。は？それからというもの、私はたびたび会っては関係を深めていくことに。そのたびに私の心はどんどん惹かれていってしまった。ちなみに俊介さんは既婚者で、お相手は松下村塾の四天王で尊敬している先輩の妹の澄子さん。さらに女好きという噂もあり、正直言って私は不倫相手の一人に過ぎなかっただろう。思いは募るばかりね。それでも私の心が博文から離れることはなかった。そんな中、私に不幸が訪れた。なんと父の借金により、イロハローという遊女屋に身売りされたのだ。いいかい、あんたは見習いとはいえ、小梅って名前をもらった一人の芸妓なんだ。しっかり男を楽しませるんだよ。はい、どうせ楽しませるのなら俊介さんだけにしたいわ。こうして離れ離れになった私たち。しかし私は関係を続けるために、見習い仕事の傍らに模試を習い、手紙のやり取りをすることにした。覚えることは難しかったけど、手紙のおかげで俊介さんとの愛はより深まっていった。ただ一つだけ問題がある。私はこの時俊介さんの子を身ごもっていたのだ。この子のこと、きちんと言わないといけないわよね。この子と共に俊介さんと一緒に歩むのなら、俊介さんに私を買ってもらうしかない。だからこそ私はそれらのことをしたためた。すると。おい、本当に身受けするのか。お前はあの伊藤俊介だろう。本妻もいるだろうに。構わない、僕は澄子と離婚してでも梅子を手に入れる。俊介さん。そして私は身受けされ、1866年に伊藤梅子として
掲載となるのだった。本当にいいんですか？ああ、もともとスミ子とはそりが合わなかったんでね。そんな人と一生添い遂げるよりも、心から惚れ込んでいる女と一緒になりたいのさ。俊介さん、こうして晴れて伊藤家の女となった私、ただそんな浮かれてばかりもいられなかった。夫の女遊びはもはや生きがい、若い女性と遊ぶことが唯一の趣味とまで言い張り、高熱が出ても二人の女性をはべらしたりと、未だ女遊びは続いている。昨晩は夫のためにありがとうございました。こちらお土産の反物になります。え、いや、そんな土産物なんて、化粧や身の回りの世話までしていただいたのに。いえいえ、構いません、受け取ってください。中には13歳の子を見受けすることも。しかし私は全てを許した。そして夫が妊娠させた女性に対しても、動けるようになるまでいて構いませんからね。子供を育てられなくとも引き取りますので。奥様はなぜそこまで。私は奥様に殴られても仕方ない立場ですよ。英雄色を好む。夫は国の上に立つお方ですので、彼には仕事以外の一切の負担をかけたくないのですよ。私は夫を縛りつけるつもりは一切ありませんので。だからこそサジで夫を困らせるつもりもない。仕事関係の方々が家に来ることは頻繁にあり、中には外国の方もいるため、作法には気をつけた。ナイスとミーチュー、今後ともよろしくお願いします。後で酒を持ってきてくれ。はい。あんな手たらくじゃダメ、もっと俊介さんにふさわしい妻にならないと。私がだらしなければ夫が下に見られてしまう。そこで私は夫のつてを使い、皇后様の寵愛を受けていた家臣下田歌子から和歌を習い、英語が堪能な津田梅子から英語を学ぶなどして高い教養を身につけようとした。梅子、それ以上無理を続けるな。眼病を患ったと聞いたぞ。大丈夫ですよ、その程度自分の限界は分かっているつもりですから。それに私はもともと文字も書けなかったような戦学者です。無理をした程度であなたを支えられるのなら安いものですよ。こうして連日連夜、家事と子育ての傍ら勉学に励んだ私は、ついに和歌と英語の習得に成功。すさまじいな、あなたは。まさか英語で手紙も書けるどころか流暢に喋ることができるとは、このようなご婦人初めて見ました。お褒めに預かり大変光栄です。さらには社交ダンスも磨き、今では外国の方と接することができるまでに至った。確か裁縫スキルの高さを買われて女官の制服作りにも携わったとか。それだけじゃありませんよ、この梅子は皇后様のドレスも仕立てているんです。ほう、それはすごい。彼女がいなければ私はこうして内閣総理大臣として政治のトップに立ち、改革を推し進めることは不可能だったでしょう。彼女あっての私なのです。彼女こそまさに良妻賢母。伊藤博文が暗殺された際は悲しみを押し殺し、最後まで国のトップの妻として気丈に振る舞ったという。国のため光を添えて行きますし、君とし思えと悲しかりけり。ご視聴ありがとうございました。ゴルゴンゾーラ伯爵漫画動画更新。